皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラフラをかわいるなのアスカカマイフです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は生徒さんからいただいた質問をご紹介します。先日生徒さんからヘラの時にフラつきますといったような質問をいただきました。で、他の方にも参考になるのではと思ったので、ここでご紹介したいと思います。踊りの中にヘラが入ってきた時にどうしてもこうふらついてしまうと思っていらっしゃる方、一度ヒップの方向性をちょっとチェックしてみてください。で、ヘラの重心移動する時にヒップが真横に動いているとどうしてもふらつきやすいんですね。どういった方向が正しいかというと、ヒップの方向が斜め後ろ、こちら側とこちら側ですね、のようにヒップが流れているとうまくいきます。今から悪い例をします。悪い例というのはヒップが真横に引っ張っていてふらつきやすいというような動きになります。3、はい、1、2、3、4、5、6、7。今から正しい例をします。正しい例というのはヒップが斜め後ろに引っ張りながら重心移動しているということになります。ではいきますね。3、はい、1、2、3、4、5、6、7。正しい例と悪い例を比較してみましょう。悪い例の方はヒップを真横に動かしているので重心が最後までしっかりかけきれずふらつく原因になってしまいます。で、それに対して正しい例の方のヒップが斜め後ろに引っ張れている場合は重心を最後までしっかりかけきることができるのでふらつかずにきれいにヘラを踏むことができます。このように重心の方向を気をつけるだけでふらつくことなくしっかりと重心移動しながらヘラをすることができます。ぜひ一度試してみてくださいね。今日はヘラでふらつきやすい方に向けてお話ししました。ポイントはヘラをするときにふらつきやすい人はヒップの重心を斜め後ろに移動するです。ありがとうございました。この動画を見て参考になったと思われた方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。またリクエストがあればコメント欄にご記入ください。では次の動画でお会いしましょう。